おはようございます、えー、今日の話はあ科学が突き止めた運のいい人という脳科学者の中野信子さんの本の中から同盟の題で書きました、えー、常にごろ品のある行動を心がけることこれがここぞという勝負の時に効いてくる場合があります、まあ、例えばドアの開け閉めを静かに行うお店で支払いをするとき丁寧にお金を扱うやむを得ず車のクラクションを鳴らすとき何度もしつこくなおさないようにする親しい人にも丁寧な言葉遣いで話す このような日常生活のあらゆる所作に品があるかどうかというのを意識すると。品のある行動が良い結果を生むのは、えー、場合が少なくないから、それを証明したのはゲーム理論のしっぺ返しの戦略です。しっぺ返しの戦略はゲームを行う際に基本は相手と協調路線を取り、相手が裏切った時には裏切り返す、しかし相手が協調に戻ったらすぐ協調するという方法で戦うとお 最もお互いの利益が大きくなるというもの。つまり、先手を打って勝とうとするのではなくて、相手の一歩後を行く、えげつない戦い方をするのではなく、社会性のある品のいい戦い方をするんだと。まあ、それが結局はお互いの利益につながる。この戦い方は私たちの日常生活にも、日常にも十分応用できる。例えば、部下に仕事を頼むとき、上司に休暇願いを出すとき、夫に家事の分担を頼むとき、隣の騒音に困り、やめてほしいとお願いするとき、 自分が有利になるよう、先手を打って勝とうとするのではなくて、社会性のある品のいい行動で最終的なお互いの利益を狙う、突然隣の人がうるさいと怒鳴り込んできたら、なんだかよくわからないとけれども、こちらもカッとなりそうですけれども、すみませんが、実は音が気になりましてと、丁寧に言われたとしたら、聞いてみようという気になると、そういうような振る舞いよりも品のある行動の方が人の心を動かすんだと。 品がない人は、まあ、言葉が汚い、トゲがある、思いやりがない、気遣いがない、礼儀を知らない、愚痴や悪口、泣き言が多い、いやらしい笑い方をする、食べ方が汚い、姿勢が悪い、身だしのみがみっともない、車の運転が乱暴、下ネタが多い、等々ですね。そしてえ、みんなが喜んでいるようなときに水を差すようなことを言うんですで。相手を不愉快にさせたり、嫌な気持ちにさせる人です。<laughs> つまり、盛り下げる人ですね。 和言愛語という仏教の言葉があります。これは和やかで笑顔をたたいた顔と愛ある言葉、思いやるのある優しい言葉で人に接するということです。いつもしかめっ面で不機嫌な人に運がいい人を見たことがありません。人が離れていくからですね。反対に和言愛語の人には魅力があって人が集まり運も集まってきます。どんな時も品のある行動を取りたいという話です。じゃあ今日はこれで終わります。